はい、こんにちは。サカイギタースクールです。コミヨミ行ってみたいと思います。いつも動画を楽しく拝見しています。またコミヨミもいただきありがとうございます。この動画では曲によりギターを変えるというお話ですが、それに関連して質問が2点あります。曲によって楽器を変えるのかっていう動画の、コメントですね。質問1、使う場所やシチュエーションによってギターを変えることはありますか？具体的には家練習用兼本番用と、ギターサークルやレッスンなど外部持ち出し用といった使い方です。外部持ち出し用はギターサークルが終わった後、車にギターを乗せたまま移動、夏の直射日光の暑い車中に置いといてもいいかなと思える程度、それでも心苦しいですがのギターです。質問2、そもそもギターは直射日光の暑い車中に置いといても大丈夫でしょうか？やっぱり良くないですよね。せめて屋内駐車場ですよね。質問1は他の視聴者の方のご意見も聞けたら嬉しいです。以上よろしくお願いします。はい、まずシチュエーションによってギターを変えることね。まあ家練習用兼本番用、僕の場合だとね、本番用と、リハーサルちょっと合わせをするとか、なんかそういう時に、外に持ってくもの、持ってく楽器、本番で使う楽器、まあ同じ楽器を基本的には、使いますけど、僕はね、ちょっとまた状況が違うと思うんであれですけどね、レッスンとかで使うときは、レッスン用ギターというか、レッスン室にね、ギターをもう置いてあるんで、で、それを使うというような感じですよね。だから本番で使う楽器を持ち歩くというよりは、もう教室に置いてある状態です。なので、それを使うと。で、アンサンブルとかね、なんかそういったところで、ちょっと楽器、別な会場にっていう時、その時によりですけどね、その時パッと持っていける楽器を持っていってるっていう感じだから、シチュエーションで使い分けてるというよりは、使い分けてるっちゃ使い分けてんのかな。質問2のね、そもそもギターは直射日光の、暑い車中に、置いとかない方がいいですよね。で、これは、車の中に楽器を置きっぱなしで、例えばギターサークルとかね、アンサンブルとかでこう移動して、車の中にギターを置きっぱなしで、例えばカフェに行くとか、なんかそういうような状況っていうことで言ってるのかなと思うんですよね。車にギターを乗せたまま、だから練習終わってとりあえず楽器置く場所は車の中で放置して、どこかへ行く、カフェとか、なんかそういうね、ちょっとご飯食べに行こうかとか、そういう感じになるみたいな状況なのかなと思うんですけど、直射日光の当たってる暑い車の中は嫌ですよね。で、基本的に僕は、車の中にギターを置きっぱなしにするっていうシチュエーションがまずないんですよね。車で移動して、車の中にね、運転中車の中にギターはあるんだけど、で練習終わった、でじゃあカフェ行こうって言った時に、車の中にはギター置いていかないですね。自分と一緒にそのお店の中にギターと一緒に入っていく、でお店の中にギターを置いときます、ですね、車の中に置きっぱなしにすることがまずないという感じ。例えばちょっとコンビニに行くのに、2、3分車の中に
とかそういうことはまあまあありますけどね、うん、わざわざコンビニ行くのに楽器持ってとかいう方がなんかまたねいろいろ大変なんで、うん、そう。でも置きっぱなしにするっていうことがまずない、うん、まあ置きっぱなしにするなら本当にその屋内駐車場とかね、うん、まあそういうところだったらまだいいかなとは思いますけど、うん、まあ防犯面とかで考えると置きっぱなしにはしたくないとかね、いろんな問題はあるけど、うん、まあでもとりあえずね、暑い車内に置きたくない、うん、まあ特に何の問題もなかったとしても、いやどうでしょうね、何かしらの問題が起きたら困るしね、うん、はい、まあこれ皆さんもねどうなんだろう、シチュエーションによって楽器を変える、でもそのねアンサンブルとかそこで練習する時用と本番用とで楽器を変えできれば変えたくないなって僕は思いますけどね、うん、同じ楽器で練習みんなで合わせてでその楽器で本番っていう方が理想的ですけどね、うん、はい、まあ皆さんの意見もちょっとこの辺はね知りたいところですよね、はい、というわけでコメント待ってます、はい、というわけで皆さんからのコメントをどしどしお待ちしております。気軽にコメントどうぞ。